そのシートは、1958年にフランスの SAIP というメーカーで開発された極めて薄い録音板である。通常のレコードと異なり、極めて薄く、容易に曲げることができる程度に柔らかいため、雑誌の付録や印刷された台紙などに透明な板を貼り付けたメッセージカード等に利用された。大きさは、いわゆる EP サイズの 17cm 板のものが多いが 8cm 程度の小型板も存在し、このタイプは専用のプレイヤーで聞くものが多い。色は赤、または青が多い。なお、そのシートは、後に朝日そのプレス社の商標となったため、ホノシートやシートレコードと言い換えられる場合がある。そのため、普及期には発売するメーカーによって商品名が異なっていたが、現在では、そのシートという呼び名が一般的になっている。日本の労働者の月収が約13,000から15,000円程度だった1950年代後半から60年代前半当時、シングル板が約300円、25から30センチメートルの LP 板が約1500から30円と高価だった一般的なビニール板レコード代用として普及した。音質はビニール板により片面しかプレスできなかったものの EP 並みの価格で長時間再生が可能、また大量生産できることから LP 板に手を出せない客層を中心に数多く出回った。後に音質も改善され、ステレオ板や両面板も見受けられるようになる。日本での初めてのそのシート付き雑誌は、1959年11月に発売された歌う雑誌こだまプレス館である。同年12月には、朝日そのプレス社がニュース記事を含む様々なトピックにニュースの現場やオリジナルの録音テープ、音楽などをそのシートとして収録し、音の出る雑誌という触れ込みで、月刊朝日ソノラマという雑誌を行。ソノラマという言葉は、ラテン語で音を表すソヌスと、ギリシャ語で見物の意味のホラマを合成した造語である。しかし、総罠的な内容から飽きられるようになり、売り上げが低迷したため方向転換を余儀なくされる。そして、そのシート付き雑誌の内容は、英会話や音楽のオムニバス企画が中心となった。一方で、テレビアニメ、特撮、漫画などを題材に、主題歌や物語のダイジェスト、または放送素材を収録した読み切り漫画、絵本そのシート雑誌が数多く発売されるようになり、低価格なことから1960年代当時の子供に幅広く受け入れられた。ビートルズは1963年から1969年のクリスマスにファンクラブ向けのそのシートを制作した。1970年代から1980年代にかけ、そのシートは学年誌の付録として手回し式蓄音機に近い仕組みのペーパークラフトのレコードプレイヤーと共に配布されていた。そのシートの印刷面付近に穴がありそこに付属の棒を差し込み手回しで再生させ針で溝をする、時に発生する音で楽しむというものであったが、実際には面倒なため付属のプレイヤーでなくとも普通レコードプレイヤーでも大音量で再生できる。小学館の小学1年生が新1年生を祝うため長年、そのシート&ペーパークラフトの付録を続けていたが、1991年にその歴史を終え、近年では CD を付録させている。収録内容は人気タレントやアニメのキャラクターたちがなぞなぞやしりとりなどをして遊ぶという内容が多かった。年の科学にプラスチック製のものが教材としてついたこともあった。アイドルのブロマイドにアイドルの会話を収録したそのシートが添付されたウィスパーカードいうものも1970年代には流通した。また、パソコンの外部記憶装置にカセットテープレコーダを流用していた時代にプログラムなどを配布する。手段としてカセットテープと同じ方式でデジタルデータを音響にして記録し雑誌の付録に使用された。最初の例はアメリカのインターフェースエイジという雑誌がタイニーベーシックを添付したものでフロッピーロムという商標がついている。日本のパソコン雑誌ではピオが継続的にそのシートを付録として付けており、名物となっていた。また、I/O とASCIIで、それぞれそのシートが1回ずつ付録になったが、ASCIIは前日のインターフェース英字詞の付録の再録だった。当時としては、安価に大量配布できるメリットがあったが、欠点として、媒体特有のノイズが多いために、ロード時にエラーを起こすことが多かった。レコード自体が衰退していく中、そのシートの需要も急減し、2005年、平成17年に東洋化成による日本国内での生産を終了した。この時点で国内でのそのシートの生産業者が消滅した。国産最後となったそのシート版は市販されたものではザ・スターリンの電動こけし、肉、2005年2月、それ以外ではゲームソフト、Dear My Friendの特典として添付されたもの、2005年4月である。その後は、エリカレコーズ、米国カリフォルニア州など、海外のプレス工場に発注する形で、自主制作により、忘れろ草、徳丸修吾などが CD と合わせて、そのシート版でのリリースを追っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。